前回のちっとこキャンプは清太郎です。僕たちは伊豆大島でキャンプをしました。最初のキャンプ場は陶式キャンプ場です。転ばないようにね。すごく暑かったけど海で遊ぶの楽しかったです。その後テントを片付けて車でいろいろなところに行きました。みんなで遊べてすごく楽しかったです。次のキャンプ場、海のふるさと村に到着しました。坂道がたくさんで少し疲れたけど、ここもいいところだったので最後まで見てください。改めましてこんにちは、ちちとこキャンプ山健です。リンです。清太郎です。海の後シャワー室の様子息子に撮影してもらいました。はい、行ってみましょう。はい、シャンプーはここら辺、ここにあります。カエルのシャンプーで、シャワーはもちゃんとあります。綺麗です。はい、ありがとうございます。で、こんな感じで、こういうロッカーもらって、こんな息子のレビュー通りとても綺麗なシャワールームで汗を流した後、翌日の船移動に備えて浮き輪の空気抜いちゃいます。そして食事の準備、まず最初に虫除けスプレーでバリアを作ります。陶式キャンプ場に比べて蚊がたくさんいました。この日は伊豆大島でも屈指の品揃えを誇るベニヤで食材たくさん購入してきましたので、がっつりいろいろ食べる気満々。それ覚えてる？あ、知ってるよ。去年のね、夏のカミカミさんとかやってるね。そう、カミカミさんとかカメちゃんとか使ってる。今日はこれに、そう、これをセットするんだけど、もしかしたら間違えたかな。ロゴスの炭、これがさ、エコココロゴスがちょうど合うよってカミカミさん言ったんだけど、パパ間違えたな。絶対どう見てもでかいもん。ちゃんとしたのせっかくだから使おうと思ってわざわざロゴスの買ってきたのに。でかっ。なぜこんなでかい重たいものを持ってきたんだ。そうだね、すぐのパパの力よし、これで分割されたんで、息子のアイディアに従って小さくして利用することにしました。炭は燃えるゴミへ。いつもはそこら辺の炭利用していたんですが、今回の旅では軽量化最優先した中で唯一ロマン枠としてこちらのグリル持ってきたので、せっかくだからとロゴスのエコココロゴス持ってきたんですが、サイズを間違えてこのありさまけど、やっぱり火付けはとても良かったです。ということで炭火でまずやりたかった焼肉からスタートです。重たい思いして持ってきてよかったです。刺身盛り合わせ、またお刺身大好きです。子供たちが食べたがるのもそうなんですが、お刺身島だと結構安いんでついつい買ってしまいました。お肉に魚に、この日も楽しい夜になりそうです。ビールは2本目。2本目イエイ、2本目。じゃあ行きましょう。すいません、皆さん乾杯です。乾杯。いただきます。時刻は夕方5時の鐘が鳴ります。はい、お肉食べたいと。次に冷凍のカニグラタン。カニ取られてるよ。うちのサイト撮影されてる方がいらっしゃったということですが、本当でしょうか？本当だとしたら光栄です。では皆さん、さっさっさっさ、3本目。すいません、3本目いただきます。この日も順調なピッチで3本目。ズンズン、カニのグラタンすごく美味しかったです。僕はめちゃくちゃ暑かったです。暑いけど、じゃあ次行きます。今回のメイン、もうね、刺身も食べた、お肉も食べたね。メイン実はあるんです。今日じゃん、うなぎ串。いや、食べたくないならパパ一人食べちゃう。これ最高に美味しいから、最高にハッピーな気分にさせてくれるから。ふうふうしてるのに。きたね。うわ、きたね。ふうを食らわすな。いいタイミングでご飯も上手に炊けました。ちょっと待ってくださいね。美味しそうな気がしますよ。子供たちお腹いっぱいそうでしたが、ここでいいお肉をちょっとだけ。じゃん。伊豆大島のカメリア黒豚。
前日に引き続きいただきました。甘いカメリア豚ちょっとパパ言っちゃいますよ。一人で焼肉いただきながらビール4本目開けちゃいました。私はもううなぎでお腹いっぱいでした。いや豪華で楽しい夜でした。キンドパー公営のキャンプ場だけあって、ゴミ捨て場も炊事場も非常に管理されていました。食後の片付けも終わったので、ちょっと海までお散歩。日が沈む様子見とれてしまいました。こちら手前がシャワー室、奥にトイレ、こちらもめっちゃ綺麗でした。森の中のサイトは風があまり抜けなかったので蒸し暑くて、一度空調の管理されたセントラルロッジに避難します。涼しい？よかったね。ちょっとのんびりしてからさ、涼んでからテント戻って寝ようか。こうやって充電させてもらえる。こちらでは充電もさせていただきます。いいキャンプ場ね、本当にね、大変だったけど。それと何といってもこの自販機の品揃え。はい、乾杯。実はもう一本飲んじゃったから6本目だ。こちら500ミリ缶で350円、3号缶270円。いや、お得でした。そしてこちらキャンプ場の利用料金も格安でした。180円。ちなみに東式キャンプ場、あちらはなんと利用料0円。そしてここのキャンプ場、なんと3人で利用料400円。星が綺麗だよ、星が。ここのキャンプ場ちょっと怖かったです。確かに照明がなくて真っ暗でした。団体客の方たち肝試ししていらっしゃいました。おやすみ。ということで2日目の夜も無事に就寝です。金子パ、まだそこまで疲れが見えない子供たち、うん、頼もしく見えます。今朝5時半。朝起きて最初にするのは虫除け。森の中ということもあって、陶式よりも小さな虫たくさん飛んでいました。そして顔洗いとトイレに向かいましたが、坂を下っていくと海が見えます。海？確かに海綺麗でしたが、うわ本当だ、息子から言われたということにややびっくり。こういうこと感じられるようになってくれて嬉しいです。空と海がつながってるみたいで、とっても綺麗でした。さて今日も暑くなりそうなので、さっさと撤収します。隣はりんちゃん土だね、狭い。ここは芝生で広い。こちらのキャンプ場、いろいろなサイトがありました。片付けましょうか。では早速撤収していきます。この日10時までにレンタカー返却しないといけなかったこと、またその前に車があるうちにやっておきたいことあったので、朝ごはんは前日に購入したパンで軽く済ませました。自分たちで選んだパンを朝ごはんに食べました。それにしても忍者シリーズの撤収の速さ、今回の旅ですごく助けられました。僕はお父さんの真似をしました。ファサー。毎日テントを立てて、毎日テントを片付けたので、だんだんお手伝いがスムーズにできるようになりました。僕が娘に畳み方を教えて、今度は娘が息子に畳み方を教えていました。これ結局家でも布団やシーツを畳むときに2人でやってくれてるんです。キャンプで学んだことを普段の生活でもお手伝いの中で活かしてくれる、なんかすごくそれを見るたびに嬉しく思います。さあこちらチェックアウト8時半からということだったんですが、まだ7時だよ。早いね。綺麗におかげで撤収が終わりました。じゃあキャンプ場にありがとうして。ありがとう。これあまり良くない担ぎ方ですね。腰やっちゃったら大変なことになります。子供たちもしっかりと荷物を運んでくれました。ということでお世話になったキャンプ場を後にします。まだ早かったんですが、ま、僕らにはセントラルロッジがあるので、あそこなら暑さからもやぶかからも守ってもらえます。やっぱりここのキャンプ場は坂道がいっぱいあって大変でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ全然大丈夫です。そしてここもう一つ紹介したい設備があるんです。見て、お客様用冷蔵庫、冷凍庫。ここのキャンプ場は冷蔵庫が使えるので、飲み物がいつも冷えていてすごく助かりました。冷蔵庫、冷凍庫ありまして、ここに開けてくれる？ほら
こうやってうちの父と子のものも冷やしていたんだ。こうやってキンドコ、お疲れ様でした皆さん、はい、楽しかった、うん、まだ8時ね、ちょっと早めにチェックアウトさせてもらったから、パパたち一回コインランド行って洗濯物しちゃうから、うん、行きましょう。出発、この旅折り返しの3日目のスタート、初めての洗濯しちゃいたいと思います。表から分かりませんでしたが、店の側面にコインランドリーありました。乾燥機はたくさんありましたが、洗濯機は2台しかなくてどちらも使用中。すると店の人が回しておいてあげると預かってくださいました。とてもありがたかったです。カーシェアの駐車場でレンタカーに別れを告げ、タクシーに乗り換えます。ここから港まで子供の足で歩くのは大変なので、予約しといて正解でした。ありがとう、いい車だった、快適だった、ありがとうだね。まあキャンプ場2カ所してみますか。あ、そうか、2カ所とも回りました。東式海がいいんですよ。綺麗だね、うん、海良かったよね。あそこね、特にシュノーケリングというん、魚いっぱいいる、泳ぎやすかったし、あとライフセーバーの人たちだから、うん、よかったね。子供たちは大変眠そうでした。でも昨日行った、なんだっけ、その海のふるさと村の海は泳げる感じじゃなかったね。激しかったね。ふるさと村あんまり崖でしょ、崖、うん、今更ですが運転手さんにいろいろと教えていただきました。釣りとかいいです。ああ、そっかそっか、安全な砂浜っていうのはね、岡田港にある、うん、日の出浜、へえ、砂浜、あ、そうなんだ。じゃあ今度来た時は日の出浜行こうね。日の出浜、静かな砂浜、へえ。お父さんもあれですか、ここの島の人ですか。私ね、ここ出身なんですよ。東京出ましたね。おお、もう仕事がないんですよ。うんうん。で、定年で帰ってたんですよ。あ、そうなんだ。じゃあそれまでタクシーじゃなくて。違います、もう電気関係してるから。へえ。会社だったんです。へえ。会社は大盛りだったんですけど。おお。住んでたのは下北だ。あ、下北。ありがとうございました。ありがとうございます。助かりました。途中、コインランドリーに寄ってもらいました。やった、終わってる。やったやった、ちょうどよかった。このなんかご飯食べるとことかってありましたけど、あのね、うん、この正面にね、母ちゃんってあるんですよ。はい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 、グリーンのうち。ああ、じゃあ母ちゃん行こう。お前さんが漁師で、父ちゃんが漁師で母ちゃん、奥さんの父さん、ありがとうございます。またこれから仕事忙しいんじゃないですか今日。ほらいっぱい来てる。月末ぐらいなんですよ。ダメ、夏休みに入ってこっちですか。そうですね、まだよし、じゃあ荷物持っていくよ。すいません、ありがとうございます。タクシーの運転手さん、すごく楽しい方でしたし、クリーニング屋さんも洗濯物を畳んでおいてくださいました。ありがとうございました。島の方々の優しさに触れながら、そろそろ伊豆大島とさよならする準備をします。金魚パなんか、あ、これだ、椿油で揚げたおせんべいあるってさ。運転手さんおすすめのお土産は椿油のおせんべいと牛乳せんべい。しかし子供たちは興味なさそう。普通のジュースにいっちゃった。いいよ、ママとかにお土産買ってあげていい。イカスにする。うん、イカスにする。イカス、なんでだって、フプラスに好きだから。ママな。じゃあこれにしたな。荷物をターミナルに置いて周辺を探索します。カツ丼、あ、カレー、いろいろあるよ。こちらはメニュー豊富な友達というお食事所。僕らはこの先に向かいます。タクシーの運転手さんおすすめのところね。で、たどり着いてみて、店先に張り出されていたこちらにびっくり。さあ、刺身定食はやめました。刺身定食がなかったのも残念でしたが、我が家に大いに関係しているのがこちらの看板。幼児小学生未満の方を断りさせてよ。ちょうどお店の方いらっしゃったので聞いてみます。小学生ダメなんですか。小学生はダメなんですか。うん、あ、いいの。他にお客様がいらっしゃらなかったおかげなのか、あまりに外が暑かったせいなのか、入れてくださいました。寛大な答えをありがとうございました。ただ特別に入れてもらいながら、子供たちはまだお腹空いていないということで、食事は僕だけ。そのことも快諾してくださり大変助かりました。煮魚定食注文したんですが、ご覧の通り島の食材を使った小鉢がたくさんの豪華な料理が出てきてびっくり。あまりに美味しそうな料理に、朝僕の分のパンまで食べた子供たちが手を伸ばしてきます。パパのご飯をちょっとだけつまみ食いしました。先ほどの友達の方がメニュー豊富なので、小さい子供連れてくならあちらの方がいいのかも分かりませんが、こちらも大変美味しくて、僕らの後たくさんのお客様が入っていらっしゃる人気店でした。
ごちそうさまでーす。伊豆大島で唯一の外食になりました。このお店に来れてよかったです。美味しかったね母ちゃん。まだ時間があったのでこの後お土産物屋さんへ。恵比寿や土産物。お土産といっても子供たち誰かのためというより自分のためのものを購入していました。よかったね、いろいろ買えてね。ターミナルに戻って Wi-Fi を使わせていただきます。ここだったら Wi-Fi が使われる。伊豆大島とってもいい島ではありましたが楽天モバイル全く役に立ちませんでした。このように Wi-Fi スポットを利用させてもらわないと何も調べることができません。例えば伊豆大島には港が2カ所あるんですが、どちらの港にフェリーが発着するのか当日にならないとわからないんです。先ほどのタクシーの予約など含めて電波がないのはかなり大変ではありました。とはいえその分だけ大自然を満喫することができました。伊豆諸島の島々の中でも広大な大地を誇り本土にも近い立地、伊豆大島は非常に便利で快適な島でした。伊豆大島にバイバイだ。伊豆大島すごくいいところだったのでまた来たいです。次の神津島もいいところでした。いかがでしたでしょうか。東式キャンプ場と海のふるさと村、伊豆大島に2カ所しかないキャンプ場、そのどちらも魅力的なところでした。これからまた次の島に渡ってキャンプ旅続けていきますので、よかったら最後までお付き合いいただければと思います。今回の動画、僕喉の調子悪くてナレーション聞き取りづらいところあったかと思いますが申し訳ございませんでした。そんな動画でしたが最後までお付き合いいただきありがとうございます。また次の動画でお会いできればと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今から神津島行くぜ。出発。リンでした。セイタロウでした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。